こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。シュです。みーくんです。花です。はい、今日のお車は木野修くんがまあ、いろいろね、木野修くんが、はい、もうエンジンブロー寸前まで、ブロー寸前ですか、エンジンかかってない、解体寸前まで、解体寸前までトラスト企画される前になんとかなった車ですね。はい、で今日車のね、はい、ちょっと概要を、はい、みーくんから言っていただきたいと思うんですけど、はい、これはね、また嬉しい案件です。嬉しい案件ですか。はい、嬉しい案件でございます。それ、いつも言ってる嬉しい案件のパターンですかかな。あ、じゃああれかな、はい、って感じですね。地方的なお話が、あ、なるほど、できるのかなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、名前深い、盛り上がってますか。イエーイ、はい、ということで、はい、相変わらず山陽スカイラインの買い取り、まあ、続々と続々ありますね、入ってきておりまして、はい、でその中でもやっぱちょっとエピソードあるやつをえりすぐってですね、はい、紹介してるんですけど、みーくん、これ地方的にはこれは関西方面ですね。おー、ありがとうございます。はい、いつもの関西ありがとうございます。はい、めっちゃ増えてる気がする。関西はね、お客様たくさんいらっしゃいますので、はいはい、本当に、うん、はい、むしろ関東より関西の方が、あれじゃないの、やっぱりね、大阪のほら買いただけはいるじゃないですか、はい、専門店、文句つけて、そうそう、ダメだよこれとかって言いながら、はい、ありがとうございます、その人のおかげで車が買えるようになってます。でほら、毎回関西のお話をするとさ、はい、こうなってますよっていう車あるじゃないですか、うん、まあ、塗装が薄いとかさ、はい、その他にもあるでしょ。やっぱこれですか。それ何それ。こうあってこれですか。どうですか、みーくん。何ですかそれ。その実際は分かんないですけど、こうあってこれ。実は車の程度がね、あんまよろしくないんですよ。はい、よろしくないんですか。はい、バッテリー新品じゃないですか。バッテリーも新品だし、コアサポートも新品で、ボンネットキャッチも新品ですよ。よろしくお願いします。本当だ、ツルツル見て。ヘッドライトも超新しいですよ、これ。本当だ。どうもね、もうバンパーもね、違うのに変えちゃいました、みたいな。うん、意外と、はい、フロント事故ってる車って、作りが雑だったりするんですよ。うんうんうん、パンキンが。そうそう。はいはい、で、素人目で分かるような、まあ、これ、明らかにこれ、なんか綺麗ですもんね。綺麗じゃないですか。他のこういうところと比べてさ、こういうところと比べてさ、こっちがくすんでますもんね。そう、うん、で普通同じじゃらしダメなんですかね。うんうん、必ず。確かに、うんうん、まあ、よく見るとさ、こういうステーとかもキラキラしてるもん、うん、新しいもん、うん、そうそう。でね、インナーフレームがどうのこうのとかさ、フロントメンバーがどうのこうのって言ったってさ、分かんないじゃないですか。素人目でさ、はいね、やっぱね、素人目で分かる方法を一つだけ教えます。お願いします。これ本当に事故車か事故車じゃないか分かんない人たち、はい、一つのあれですよ、目安ですよ、うん、はい、絶対ではないですよ。ただ大体こうなってたら疑ってくださいってやつ。はいはい、まずボンネット見てください。ボンネット、ボンネットのこの隙間、まあ、チリですね、ここね、うん、ね、綺麗ですよ。はい、隙間、お、右と左が合ってるかどうか、段差がちょっとあります。あとそこじゃないですよね。まずこのチリってさ、はい、こう細くなったり、こうなんつうの、こう太くなったりしないんですよ、うん、同じ幅でこう来るんですよ、こう、はい、で同じ幅で来てるかどうか確認してください、片側で。で両側見て、はい、幅の隙間が同じかどうか、ここの幅の隙間が、はい、この幅 と、この幅が、はい、同じかどうか、うん、違いますね、うん、でもう一つ、ね、ヘッドライト、まあ、こう車を、ね、ぶつけるとね、はい、実はちょっと後ろに押されたりするんですよ、うん、はいはい、骨格がね、はい、でちゃんと直してないと、その押された骨格、本当は引っ張って戻さなくちゃいけないんですけど、はい、ぶつかったままになってるんで戻ってないんで、あ、なるほど、前後してますね、こっちとこっち、隙間が、あっちと比べてください、まっすぐ来てないですかこれ、うん、こうまっすぐこう、こっちが、うん、フェンダーのこの立ち上がりからまっすぐボンネットにこうまっすぐ来てないですか、はい、はい、こっちはもう一回見てみましょう。はい、引っ込んでますね、こう
左フロントをぶつけた。まあ左フロントというか、まあ、これガッサリいってると思うんですけど、うん、コアサポートで硬化してるんで、うん、はい、ただ、まあ、あの、あくまで、はい、あの、まあ、ミクみたいにね、あの基本的に車をこうよく見て、ああこれここまでやってんなっていうふうなレベルが分かる人ばかりじゃないじゃないですか、まあ、そうです。一般の人が、はい、あの展示場行って車を見た時に、はい、事故じゃないですよとかって言ってるけど、こうなってた場合は事故だと思ってください。そうですね。必ず関西方面、特に関西方面、特にこうなってた場合事故じゃないって言います。はい、ちょっと板金してますと、うん、ちょっと板金、そうそうそう、そうそう、こすっちゃったんでちょっとね、はいはいはい、ちょっと当てちゃったんで、はい、あの綺麗に治ってますからぐらいでいけると、はい、うん、っていう感じです。そうですね、はい、あとねもう一個言いたいことがあって、はい、このエアロついてる車買わない方がいいんじゃねっていう、このエアロですか。いやいやいや、もうそ、後ろ側見てくださいよ。これどこ製ですか、これ、もしかして。これヤフオクとかで出てくるパーツランドですね、はい、はい、これ買ってしまうと残念な車になっちゃいますね。はい、これですか、はい、はい、こう無理やり散り合わせてきましたね。これまだ合ってる方ですよ、ね、合ってる方ですね、はい、これだいぶ前ですね、うん、こう取り付けたのね、まだ型が良かった頃、うん、型が悪くなるんですか。元気だった頃。あ、型ってさ、はい、申し訳ないけど、ね、うちもほらロニースペシャルやってた頃は、はい、基本ね50から100ですよ抜くの。あ、一つの型でですか。ああ、それ以上抜いちゃうと歪んだり縮んだりするんで、はい、あのダメなんで、もう一回作り直し、型を作り直すんですね。そうですね、はい、でみんなほら、安く、はい、型が高いんですよ、うん、作ろうと思うと手間がかかっちゃって、ね、何十万もするんで、うん、1個ね、そう、そう、手間かかるんで、はい、だから基本的にはだんだん縮んだものがだんだん後から出てくるものは、はい、あの程度が悪いと思っていただければ、ずっと売ってるやつはひどいです、はい、昔からあるよねってやつはひどいです、はい、でもちゃんとあの昔からあっても型をちゃんと新しくしてるところもありますよ、メーカーです。あ、それちゃんとしたメーカーなんです、うん、高いやつですよ、うん、セットで20万とか、うん、30万ぐらいするやつは作り直してると思いますけど、だってもしね、あのこう合わねえやつで30万もするやつで合わなかったら返品ですよ、うん、つけてみろって言われるから、うん、え、届いた商品、これこの車につけたいんだけど、つけてみろって言われちゃうから、うん、はい、これもう一つね、あの日産車あるあるで重大な、うん、重大な欠陥、うん、今もう出ております、うん、もうあのこれデイライトじゃないですか。そう、デイライトです。デイライト、デイバックライト、デイバック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 みたいな、デイバック、デイバックで、こうデイバックはこうですからね、こう、こう、わかります、こうキャッキャッてこう、こう、そう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 、ここにこうなりますから、こう、もう光っちゃっていいんですか。光っちゃったらダメでしょうよ。バッテリー上がりますよ、はい、シュー君、これバッテリー上がってたでしょ、はい、これが原因です。え、これは初期不良とかじゃないんですか。違います。トラスト企画 LINE スタンプ第2弾、使いやすいスタンプが8個収録、 LINE もトラスト企画しちゃいましょう。ダウンロードお願いします。でもこれ日産車あるあるでして、あるあるちょっと説明しますね。ちょっとじゃあ運転席来てください。まさかあのあれじゃないの、こうライトスイッチオンになってんじゃないの。いやいや、オフですから、はい、ちゃんとオフになってます、はい、キー抜かないとダメとかですか。抜いてもつくんですね、これがまた、うん、ついてますね、はい、うん、つきっぱです。え、前転倒ですね。ブレーキ危な、うん、え、どういうこと。いいじゃん、危なくないじゃん、常についてるから。常にブレーキって常にブレーキついてる。むしろ違いが分かんないから危ない危ない危ないよ。ブレーキ踏まれても分かんないっていう。これはね、うん、なぜこうなってるかっていうと、はい、ペダルの根元のとこに、はい、そのブレーキのスイッチがあるわけですよ、はい、ブレーキランプの、はい、それがペダル踏むとオンになって離すとオフになるように、はい、こうスイッチがついてるの、まあ、アナログなスイッチ。そう、そのね、ブッシュがなくなっちゃうとずっとつきっぱなしになっちゃうんです。でこうやって見るとだいたいこう足元にね、コロンって何か転がってるんですよ。これゴムっぽいやつですね。そう、これはね純正じゃなくて多分間に合わせでこうギュッてつけた。本当はこう緑色のスライムみたいなやつなのだけど、スポンジみたいなので、はい、応急処置。そうです、そのせいでバッテリーが上がっちゃうんですね。なるほど。そこは劣化しやすいんですか。まあ、あるあるですね。まあ、運転してるとほらブレーキ踏んだり離したり踏んだり離したり踏んだり離したり
そのたびにスイッチ入ったりオンオンオフオンオフってこうなりますからね。つけたり消したり、なるほど、つけたり消したり入ったり抜いたり、劣化、うん、劣化しやすいポイントの一つに、ね、そう、入れたり出したり入れたり出したり入れたり出したりじゃないですか。だからこういうスイッチなんだ、本当に本当にこういうスイッチ、本当に本当にもう入れたり出したり入れたり出したりね、こうするわけですよ。あ、広げなくていいんですよ、そこは。え、そこもう理解してるんですよ。そうなの、君も止めなさいよ。またいや、ちょっとあのボケにツッコミを考えてたらちょっとこう挟まれちゃって。挟まれちゃうんだよね。ちょっと何も言えなくなる。サンドイッチズだけ、そういうのね。はい。もうマジで、はい、今回のお風呂は僕がやらかしてしまったので、ちょっと出にくいな、はい、全部に。強く出れないんだ。強く出れない。はい、大丈夫だって。これも僕がやらかしちゃったのかなって思っちゃって。一回ぐらいそんなヒューズ飛ばしたぐらいで。そうだよ、もう。もうだってあれだよ、あのタイヤパンク保証のやつやりなよ、このネジでこうぐるぐる。悪いものしたくないですね。そうそう、1個ぐらいで落ち込んでたらクォーターには。そうだよ、こんな、むしろやれって言われてるから、ほら。毎日やれって言われて、毎日ヒューズ飛ばせって。毎日ヒューズ飛ばせって感じ。バッテリー上がってますね。そうだよ、うん、俺だってあのビッグウォーターさ、氷がこう氷降るじゃないですか。 ありますね。でこうボコボコするじゃないですか、はい、保険で直すときってさ、はい、氷害のやつさ、こうあれここも氷害にしちゃおうかとかつって、こうポン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 、ほらね、増やして、ベント増やさないとやば、仕事増えないじゃない。ここちょっと傷あるからな、ここも氷害ってやるんですか。あ、そうそうそう。あ、ここなんか綺麗だな、ちょっとここやっとくか、ポンポンポンぐらいで、どうせ直すし、どうせ直すんで、はい、それはちょっとなんか嫌ですよね、はい、でもなんかあれらしいですよ、あの保険会社からビッグモーターさんに、あの過払い金っていうか、こう不正に水増しした分返せって請求が今保険会社から来てるらしいですよ。お、保険も強気に出た。ついにそれこそみーくん、またあのホワイトボード案件じゃないですか。もう毎回やりますから大丈夫です。、うん、今回はこのね、あの普通のお車、はいね、ER34 これいいですね、あのね、初登録が平成10年8月登録。素晴らしい。もうね、一番いい時ですね。じゃあ一番いい時に売っていただくっていうことが大事ですね。はい、これが大事。楽しいです。楽しいですか。これいっぱい入ってくるんで、まあ、ね、ウィンウィンだしね、うん、そうですね、はい、この年式で、はい、地方だと、はい、ミーク楽しいですね、うん、そうですね、まあ、この車だったら事故してても、まあ、そこそこですよね。そこそこなところで、ね、まあ、あの意外と綺麗なんですよ、見た感じ、見た感じ、うん、もうヘッドライトもくすんでないでしょ、新しいから、うん、これ大事ね、これ。ヘッドライトも高いですよね、純正ね。高いです今ね、はい。やっぱその辺は重要かなと思ってますね。そうですね、はい、これ汚れたヘッドライトに付け替えましょう。うんうん、はい、これしばらく寝てた車ですね、うん。車検が29年の8月までしかありませんでした。あ、じゃあちょっと前ですね。うん、ずっとあの車庫の中でグー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 寝てたお車になります。うん、はい、で。時を待って、うん。時を待ってようやくね。はい、時期、売る時期が来たので、うん、お願いしますということで買取させていただきました。よくご覧になっていただいて、はい、みーくんのことをちゃんと聞いてますね、はい、今 ER34 売った方がいいですよ、本当に今チャンス、特に平成10年車、はい、そうですね、平成10年、この後ね、年末にかけて、はい、平成11年車、これは今ね、売り時ですから。年末にかけて、あ、教えますね、なんで売り時が、年末がなぜ売り時、じゃあ年末が売り時っていうよりも、はい、なぜ平成10年車、はい、11年の前期を、ね、年末に売った方がいいかっていうと、うん、はい、これ25年規制って輸出対象者のお車になってるんですけど、はい、ER34 とか HR34 っていうのは平成10年の5月から、うん、作られてるんですよ、登録されてるんですよ、はい、で567、まあ、3ヶ月しか輸出できないんです、はい、まだ3ヶ月、ということは13年車とかあったとしても輸出できないんです。年式できっちりした年式、このわずかな期間のものだけで取り出してるんです今、うん、だからここだけ値段ガッて上がっちゃうんです、うん、なるほど、わかります。じゃあ前期のもう輸入が始まった瞬間が勝負っていうことです。そうなんですよ。でこれが例えばじゃあ仮にね、これが8月になってるんですけど、じゃあ8月になった方に売った方がいいんじゃないですかって話なんですけど、実は違うんですね。どっちもですか。そうです、みんな少しでもね、はい、安く買いたいがためにね、うん、あのミクも一緒ですよ、はい、2、3ヶ月前に言ってもらった方がいいんですね、はい、でジャストのタイミングで、はい、まあ、輸出する人たちは出したいわけですよ。なるほど、ね、そうですね、はい、なので今10年車11年車をお持ちの方は問い合わせしていただいた方がいいかもしれないですね。そうですね、そうなかなか
なかホットですから今、はいはい、うん、これを逃すともしかしたら、はい、ダメかもしれない、うん、もしかしたら12年車13年車になるとあの寝頃感というかその値段がこなれてくるかもしれないですよ、うん、全年式対象になるんで、うんうん、これ3人の時もそうでした、うん、なるほど、うん、元年とか、はい、そう元年だけ異常に高くて、うん、うわーってでそれ以降はちょっと落ち着いてちょっとずつ落ちてきてむしろ3人が全車対応になって33にシフトしましたって言ったら33に目がいっちゃってるわけですよ、うん、で3人が少し落ち着いてきて今33から34にシフトしようとしてるんですよ、うんうん、はい、だから33が落ち着いてきちゃうっていうことなんですよ。で3人はもっと落ち着いちゃったっていう感じですね。はい、それで、ね、一緒です。トラスト規格と一緒で、うん、はい、32より33、33より34っていうふうにシフトしちゃってるので、はい、よりね、はい、人気のあるところに目がいってしまいます。そうですね、はい、34行ったら次35、はい、35行ったら次36、はい、36出ますか多分ね何回も言ってますけど32を売って34買ってるんですよ、はい、ね、はい、34売って35はないです。そうですね、はい、分かりました、はい、そういうことです。そうです、はいはい、まあ今日ねそのお車の、まあ、市場とかこれからの動きに関してはすごく有益な、はい、情報じゃないですか。そうですね、で34のオーナーさんにとっても、はい、ね、もし乗り換え考えてるんだったら今ですよ。そうですね、いう感じ、はい、うん、と人気のカラーからすると一番はベイサイドブルー、あちらのカラー、はい、であとは黒、うん、白、白、はい、うん、で特殊な色あるんですよ。黄色とか、はい、赤とか、うん、はい、ほぼ新車時のカラーリングで残ってる場合は高額です、うん、ただ、うん、と色が褪せちゃったりとかしてる場合ちょっと朱色っぽくなっちゃったり黄色がちょっとレモン色になっちゃった場合はブブーです。色冷めちゃってますね。いや二十何年経ってるからしょうがない、いやしょうがなくないです、ダメなんです、はい、綺麗な色じゃないと、はい、綺麗なやつもありますからね。あるんで、あるんで綺麗なやつがあるんで、うん、あと色替えがダメですね。そうですね、はい、で一番色替えしちゃいけない色、はい、ピンクです。ブーピンク、ピンクは不人気です。でなぜピンクが不人気かっていうと、はい、ピンクの上に白乗せられないんですよ。確かに、なんでですか。乗せると分かるんですよ、透けるんですよ、ね、下地全部やり直さないと。 YouTube、ね、10万人チャンネルの時もあったでしょ、透けちゃっててほら、ね、水玉、水玉の人いた、透けちゃった、透けちゃった人いたでしょ。そうです ね、その人はピンクじゃなかったんですけど、うん、透けちゃったね、まあ、透けるっていうことね、透けちゃったよね、うん、そうそうそう、透けちゃうんですよ。赤が透けて白で塗っても薄い赤っぽい色になっちゃうんですよ、白が、はい、うんうん、ただその辺は一回シルバー重ねたりとかしなくちゃいけないんで面倒くさいんですよ、ピンクって。だからピンクで塗っちゃダメです。ピンクは最低な車になりますから、はいはい、もうむしろ緑とかならまだマシ、うん、同じ塗るんだったら、はい、うん、だそうですよ、視聴者の皆さん、うん、まあでもたまにいるっすよ、3、4でもピンクにしちゃう人、まあ、一番多いのシルビアだけど。あ、シルビアとかちょっと派手に行きたい人とか。そうですよね、そうだね、派手にしちゃいたいって。まあ、あら自己満だから、うん、いいんですよ、はい、うん、売ること考えてないから、はい、でどっちみち事故ってっから。そうそうそうまあ乗り潰すんだったら別に何色でもいい、乗り潰す何色でもいいんですよ、自分の好きなようにやってる。そうそうそう、売る時まで考えてないから。そうそうそう、ただ冷静に考えられる人は自分の好きな色っていうよりも世間一般的に認められた色に塗った方がいいです。何色にしようかなって迷った人、はい、俺はピンクで行くんだって人はどうぞピンクで塗ってくださいっていうことですけど、何色に塗った方がいいかなって言った時にベイサイドブルーに塗ったのが一択です。うん、34の場合ね、はい、はい、一択ですですって皆さん、うん、参考にしてください。これから GTRC を作る人はベイブル一択です。はい、いや、意外とシルバーが安かったりするので、うん、はい、シルバーをベイサイドブルーに塗る人とか結構います、うん、はい、ということで、うん、今回はねその、うん、最初軽い事故をしているところの見分け方、うん、次に、次にストップランプ、ストップランプのお話と、うんうん、最後に、うん、あれ飛んじゃった、ヒューズ飛んだ、ヒューズ交換しやろうか、頭のメインヒューズネジ締め忘れてるからこれね、そうですね、はい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 、
ちょっとね、安倍さんお願いします。はいはい、人気の色とかね。そうですね、色のお話とかしたんですけど、はい、まあお車、いろいろ状態あると思いますけれど、はい、まあ、自分のお車、大体どれぐらいの今、査定額なんだろうなみたいな、うん、気になったら、とりあえずみーくんにご相談いただければ、うん、概算だけでも、うん、出すこと可能ですので、はい、ぜひお気軽に。お問い合わせよろしくお願いします、はいはい、続々入ってきておりますので、うん、欲しいという方も売りたいという方もトラスト企画にお任せいただければと思うのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい三度の飯より車。現役の走り屋、GTR が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。